こんにちは、KZP プラスです。現登場にダイヤ島のレベル25が追加されましたね。攻略はレベル20の時にやってますので、簡単な解説にとどめようと思います。まずダイヤ島の他に野党2匹が配置されています。野党のカウントが0になると万能回復を使って敵全員のヒットポイント回復し、状態異常までも解除されてしまいます。ダイヤ島は攻撃を受けるたびに攻撃にバフが入ります。こちらの手数が増えれば増えるほど、ダイヤ島が痛いよだめを出すようになるのがきついです。ただ、状態異常耐性を見ると、毒が0になっています。つまり毒状態にしてしまえばこちらが攻撃せずとも、ヒットポイントを削ることができるということ、毒は最大ヒットポイントの 10% のダメージです。から毒状態にして10ターン経過し、耐え切ればおのずと勝利する。ってことですね。雑魚敵の方は、倒しても湧いてくるので雑魚敵処理だけしておけばいいって感じです。ただですね。やっぱりそれだと、ダイヤ島の攻撃がバフが入って、いなくとも痛いし耐え切るの厳しいし、なんぼでもよだめ入れて戦闘時間を短縮したいよね。正直、火力で押し切ることも念頭に入れていいかもです。それでは見ていきましょう。槍です。槍はなんと毒付与ができる技を持ったキャラを所有していません。困りました。S スタイルのバーバラが、アビリティで確率でターン開始時、抽選付与できるものがありますが、全く期待できません。ということで、毒付与なしで戦闘を展開していきます。しかしやって、わかる毒ダメージがないだけで、こんなに辛いのか？と、とりあえず毒の分のよだめが必要。火力が出せるキャラが必要。陣形は火力が出せる。バックコンセントレーションを採用します。とりあえず、陣形の火力アップの、バフが乗る位置には、アラケスと、トーマスを配置。アラケスは、BP で技の突進式と、威力クワトロ S 技の最強打を使い分けて、戦っていきます。とにかく威力の高い、技を使いたいです。トーマスは、通常攻撃で DP 貯めて、活殺白戦勝でよだめを取りに、行きます。単体攻撃した場合追撃、ヘブイパイクが発動します。この技は自身のヒットポイントを消回復する、おまけがついています。実はこれが結構重要。槍の回復係は少なく今回配置して、イルマライアが倒れた後は、自己回復を持っているキャラが、長生きします。続いて選出したのは最終構成男。こちらも火力が仮なのですが、全勝飛竜からのカウンターで、左飛竜を発動させよだめを、取れるので陣形の前の方に配置、することにしました。基本は BP で技の、活目槍と全勝飛竜の使い分け、なのですが、回復が仮のマライアが、戦闘不能になった後は、自己回復、がついている現行に技を切り替え、ます。攻撃しつつ回復して、とにかく、長く戦場にいられるように立ち回り、ます。次に選出したのは聖王。火力を少し、でも増やしたいので、勝利の歌を、継承してひたすら歌わせます。攻撃は一切しません。とにかく勝利の歌を使い続けます。これで火力が伸びます。最後は、マライア。前述している通り、回復係としての採用になります。生命の雨が2回、生命の水が1回、使えますので、使いどころを間違え、ないようにしたいですね。立て直しができる全体回復がありますので使いどころの見極めが、非常に重要になるかと思います。攻撃面では、生命の雨が常に、使えるだけの BP は残しておきたい、ので、通常攻撃をメインの攻撃に、したいところです。オーバードライブ攻撃時次第は、ポセイドンシュートを使っても、良いかもしれませんね。
しゃー、倒したー、クリアー、やったー。毒クヨ係がいなかったし、ちょっと火力面も耐久力も回復も、いまいちな感じだったので苦戦を、しました。帝王の勝利の歌なんて、すごく久しぶりに使った感じが、しますね。トーマスの最近スタイルめっちゃ、強いんだけど、このトーマスいい、すごく強い、自己回復もあるし、パソコンがまた落ちて復活させた、なんかボタン電池を抜き差しすると復活するから大変かなぁ。電源かマザーボードの劣化故障かねぇ。今回はここまで、ありがとうございました。